オリックス山下俊平太さん、制限解除で悲鳴。ドラフト1位で入団してから2年間は計画的に大きく育てるという球団方針で2軍で鍛えられた山下投手。1軍デビューした今季は中10日以上で登板してきた。その制限が段階的に解除される予定だ。次回は中8日での14日ソフトバンク戦、先発が有力視される。オリックス山下、今季3勝0敗防御率 0.37。 なんでこのタイミングで制限解除？ソフトバンクいじめに来てるやん。ホークス包囲網がまた増えてしまったなき。シーズン前と話しちゃうやん。別にソフトバンク戦じゃなくてもいいじゃん。14日現地行くのよ。山下投げないで高打線打てないて。焦らなくてもええやん。今シーズンはずっと中10日以上で投げさせとけばいいんだよ。なんでもう山本由伸の統計出てきてんの？山本由伸2連投とこんなん変わらんやん。こんなんずるでしょ。前回登板7回無失点、ストレート平均球速 155.2、 チートすぎて草。7回投げて平均155点、山本由伸の上位互換か。これがまだ20歳。オリックスの育成力どうなってるん？オリックスの中で新人王争いしてるの草。ドラフト指名時からえぐい逸材とは言われてたけど、その通り仕上げてくる球団と俊平太本人がすごすぎる。ネタバレてんのに抑えるのは単純に球が良すぎるのと、メンタルが20歳離れしすぎてる。重くてまともに打てない直球、キレもコントロールも完璧なカーブ、不意に飛んでくるフォーク、すべてえぐい。捉えた当たりもそこまで、飛距離が出ないのやばい。山本由伸も俊平太も早くメジャー行ってくれ。そして素直に応援したい、なき。